高橋義康は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンター北に、所属する、長教師。日本大学獣医学部卒。1952年、国営競馬所属騎手、高橋秀夫の次男として生まれる。幼少期は騎手を志していたが、体が大きくなりすぎたために断念。代わって、獣医師を志し、日本大学第一高等学校を経て、 日本大学獣医学部に入学した。獣医師資格取得、大学卒業後の1973年より、中山競馬場、ついで、日本中央競馬会宇都宮育成場で、獣医師助手を務める。宇都宮育成場では、助手業の傍らで、機場技術を習得、1975年に、父、秀夫の旧社で、調教助手となり、7年間を務めた。 1983年に調教師免許を取得。初出走は、同年10月9日の東京競馬第二競争で、天みエコーで発着。初勝利は、同年12月10日、中山競馬第六競争での天みオーシャンであった。翌年の放置杯四歳品馬特別を、安田富夫騎乗のダイナシで制して、重賞初勝利。1987年には22勝を挙げ、 関東の優秀調教師賞を受賞した。1996年には、大気フォーチュンで、第1回 NHK マイルカップを制し、GI 競争初勝利を挙げている。数字は、中央競馬成績。2008年度出走終了時点。括弧内は、主な優勝競争。受賞太字は、門下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。 ありがとうございます。